東大船、東大船、東大船、A、ライトベッセル、または、ライチップは、東大の役割をする船である。怒りで固定され、通常は、推進手段を持たない。東大船は、東大を建設するには、推進が深すぎる場所で使用され、海岸線を示す代わりに、海上交通路を示す。不評、V よりも視認性が高いので、 海上交通の支援手段としては優れている。またそれらには通常海洋学研究のためのデータレコーダーが装備されていて気象観測所としても機能する。最初の東大線はイギリスのテムズ川の河口のロアサスに発明者ロバート・ハンプリンによって1732年に設置されたものである。通常の東大線が補修のために入港する間、 一時的に代わりを務める東大戦には可動式のものもある。また、北極海の東大線には氷のない夏だけ任務に就くものもある。例、東大戦フィングランデット。東大戦は通常、目立たせるために明るい赤の船体に白の大文字でその場所の名前を書いていた。臨時大体の東大線の場合は、リリーフと書かれていた。他の色に塗られた。 東大線もいくつか存在する。ヒューロン湖にあったヒューロン東大線は、ヒューロンカットの入り口の黒い不標のそばに置かれたため、黒く塗られていた。また1854年から1860年まで、ミノッツレッジ、マサチューセッツ州コハセットで使われた東大線は、背景となる青緑の海と緑の丘に対して、目立つように明るい黄色の船体を持っていた。 東大船は、霧の中、及び、日没1時間前から、日の出の1時間後までその灯0を灯したが、その他、初期の東大船では、マストの先端に赤、または稀に白の、デーマーカー、昼間の目印を備えてた。それは接近してくる船から最初に死認されることを目的としたもので、いろいろなデザインがあったが、最も一般的なものは2つの逆円錐の間を、缶。 または、球体で繋いだものだった。初期の東大船は今日でも広く使われている、爪型イカリ、フルークアンカーを使用した。この形式のイカリは引きずられやすい傾向があり、一般の船が避けなければならない位置を示すという、任務上、好転でも動かないことが求められる、東大船には、あまり適切なものではなかった。19世紀前半。 東大船は3から4トンの重さを持つ竹型いかり、マッシュルームアンカーを使うようになった。これはロバート・スティーブンスによって発明されたものであり、名前はその形に由来している。これを装備した最初の東大船は82トンの釣り船を改装したものでファロスと名付けられ、1807年9月15日からベルロックの近くで使われ始めた。 怒りは1.5トンの重さがあった。このタイプの怒りの効果は、1820年代に中鉄の描写が導入されたことで劇的に向上した経験則で、推進1フィートごとに、鎖6フィートとされた。イングランドとエールズの東大線はすべてトリニティハウスが運営している。ほとんどは無人だが、中には最高9人の乗組員がいる場合もある。 11隻の東大線と2隻のより小さな東大以下だがある。東大線は1995年からソーラーパワー方式に変更され、20級のもの以外は全てその方式となった。20級とは通常よりやや大型のタイプであって、ディーゼル発電機を動力源とする。それらは広報上の必要性からソーラーパワー方式に変換されなかった。 トリニティハウス、水先案内協会のソーラー式灯台線の光の到達距離は19回りであり、20回り以上の到達距離が求められる海域では、20球が使用される。灯台線には皆船体に番号が振られている。20球が19、22、23、25の4隻、ソーラー式灯台線が2、5、6、7、9、10、17の7隻。 ソーラー式灯台一家だが、LF2 と LF3 の二隻である。ソーラー式灯台線93と95は廃棄された。アメリカ合衆国最初の灯台線は1820年にチェサピーク湾に設置されたものである。その数は1909年にピークに達し、沿岸に56箇所を数えた。それらのうち168隻は、 合衆国東大サービス6隻は沿岸警備隊によって設置された。それらは1939年に吸収された。1820年から1983年までに179隻の東大船が作られて政府に収められ、五大港を含む4つの沿岸の116カ所に配置された。アメリカ合衆国での東大船の公式な使用は、 1985年3月29日、沿岸警備隊がその最後の一席、ナンタケットアイを退役させた時に終了した。ほとんどの東大線は、テキサスタワーズと呼ばれる沖合の照明プラットフォーム、または大型の広報部位と交代した。いずれも、東大線より建造費、維持費ともに安価であるというのがその理由であった。東大線は、 現在15隻が残存していると考えられる。そのうち2隻はニューヨーク港にあり、アンブローズ号がサウスストリートシーポートに、フライパン号がチェルシーの63番埠頭のドックにある。ニューヨーク港にはもう1隻、東大船ナン、no. バー84,683トン、長さ135フィートが浅瀬に沈んでおり、その2本のマストは今でも水面上に見えている。 東大線 LV82 バッファロー号は1913年に五大湖を襲った嵐によって六名の犠牲者と共にバッファロー付近のエリー湖で浸水沈没した東大線ナンバー61コルシカソウルズ号も同じ嵐でヒューロン湖で破壊された東大線ナンバー112ナンタケット号はニューヨーク州オイスター湾のウォーターフロントセンターに係留されている 太平洋岸で最初の東大線はコロンビア号でオレゴン州アストリアに近いコロンビア側の入り口を示していた。太平洋岸のもう一隻の東大線スーイフトシュア号はシアトルのサウスレークユニオンパークで展示されている。バージニア州ポーツマス市は海軍交渉博物館に LV-101 を展示している。LV-101 は ピューシージョーンズによって1915年に建造され、まず、リリーフとして、ケープチャールズ、バージニ州で任務に就き、その後デラウェア州オーバーフォールズとマサチューセッツ州、ストンホースアサセで収益した。退役後は、ポートランド、メイン州で保管され、その後博物館に売却された。今日、LV-101 は、ポーツマスという文字を書かれて、カンドックに置かれているが、 実際には、ポーツマスで収益した事実はない。東大戦、ヒューロン LV-103 は、五代湖で使用された多くの東大戦の一つ。五代湖初の東大戦は1832年に、ウォーガース・ンス・アサセに置かれた、ロイズ・マクレーンである。東大戦はしばしば東大にとって変わられた。1940年以後は、ヒューロンは、五代湖の最後の東大戦となり、 1970年に退役するとミシガン州ポートヒューロンで博物館として陸揚げされた。これは現存する最も小型の東大戦で96フィート級の典型を示している。LV-6 と LV-73 は両方とも完全に失われた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。